どうも、オニメンタル国防です。ということで、来年度の行政書試験にもう一度チャレンジするために、勉強もぼちぼちやってるんですけども、まあ何をやってますかと言いますとですね、平日はこいつ、依然として足別学問集を隙間時間にやりながらですね、土日はこの、よくわかる会社法という、こういう本も読んだりもしてます。まあ、会社法全然触れてなかったので、まあこの機会にということで読んでます。よくわかる会社法。よくわかると書いてるんですけども、長なくかなか会社法って膨大な、 範囲があるので、まあ、なかなか難しいんですけどもこの本を読んでてもまあ部分部分でですね食らいついてやってるわけなんですけども今日はこいつの中から一つシェアしたいのはですね、この株式会社の三権分立ということで、えー、まあですねこの国家の三権分立ということでまあ、国会内閣裁判所これがですねまあ、それぞれ保管し合ってるっていうことなんですけどもこの 会社もですねこの3権分立に分けたらどうかということで、まずは株主総会、えーまあ、これがこう、まあ、国会の役目だったりすれば、ですね、えー、そこにですね取締役、お、ま、よ、あ、び取締役会かあがまあ内閣みたいな働き、えー、をしていると。 もう1つはまあ監査役、監査役会なんかがまあこれまた裁判所みたいな形で、えー、この3つがですね、保、え、管、ー、し合ってるっていう形で、まあ、それぞれの3つを今語るのは、これ、膨大になるんですけども、まあ、こういうふうなすみ分けをすれば、ですねまた会社法っていうのもこう理解しやすくなるんじゃないかっていうことがあも書かれておりました。まあ、こののよくわかる会社法ですねまたあのー 何かシェアすることがありましたら今後また発信していきたいと思います。えー、おおすすすめの1冊になっております